はい、おはようございます。今日はですね、どこだ、これで、ね、香れの、梅へ来ました。すごい数のね梅が咲いていて、香りもですね最高ですね。なんかねもう充満してるって感じ。こんな感じでもう満開ですね。よいしょ。で今朝の6時半くらいなんですけれども、とてもね清々しい朝です。で今日はねこの後おそらくね雨になってくるのかな。ちょっとねこの周りの様子をどっかねいいとこないか探してみます。いやすごいですね、ボリュームがあるんですけど、ちょっとぐるっと、まあ、上の方まで行ってね歩いてきたんですけど、少しねこの人里を離れてちょこちょこ咲いてるその梅をね歩いてまた見に行こうかなと思います。なんかねこうねズキュンドキュンとくるね、この梅を取ってあげたいっていうのがあると本当いいんですけれども、まあなかなかあれですね、分かってはいましたけれども、綺麗すぎても困るということですね。ではまたねしばらく何があるか分かんないんですけどもと言いながら、ここ面白いかもしれないね。はい、でね今何カットか撮ってるんですけど、まあ前言ったようにこのね下にある草も若干ね模様として出てくるのでちょっと意識するといいかな。で今ね気になってるのがこの流れと、あとこれね一個だけこれ方向感が出てるでしょ。でこれをどうやって扱おうかなって今悩んでます。まあうまくいくかいかないかわかんないんだけど、なんとなくまあ、こう広がってこう来て、でこの一本のこの方向、これうまくなんかポイントに使ったらよりまた面白くなるんじゃないかなと思ってます。さあ出来上がりはどうでしょう。取れないかもしれないけどね、この後出てこなかったら取れなかったっていうことですね。はい、じゃあお楽しみに。よいしょ。さあまたね上へ登ってきました。なんだか結局何周歩いてるのか分かんないくらい歩いてますね。やっぱすごいですね、綺麗ですね、ピンクと白と、ほんとたまんないねこの綺麗さは。これにね霧なんて入ってたら最高だけど、どうなんでしょうか、入ることはあるんでしょうか。梅のある里山っぽい感じが取れればいいかなとは思うんだけど難しいですね。はい、もうねずっとだいぶね歩いて上がってきました。また上の方へ来るとだいぶね下にこう見下ろす風景と、あとはなんとなくこっちね野生感っていうかね、あの人気のない雰囲気とかっていうのも現れてきたんで、またねこの辺で撮りたいなと思います。っていうかこの辺まで車で来ればよかった。これがねどうしても気になりましてね、これで、まあちょっと手前にこれ草っていうか枯れ木があるので、まあちょっとねその手前がすっきりしないなって気はするんですけれども、このとにかくあの形ですよね、これはちょっとねすごくね生命力というか執念というかね、そういうのを感じるので、なんとかこれを取ろうかなと思っています。でまあこの形をね、まあ、構図の要に入れていくのは当たり前なんですけど、まあ、あとこの手前の処理と、それとあとまあこの梅が少し枝先にあるんですよね、上の上部はね。なのでその辺のこうわびしさっていうバランス
っていうのを考えながら撮ろうかなと思います。ね、結構かっこいいでしょこの落ち込みね。でも木ももうね結構弱ってるというか古木でね。でここに今2本ね、この木とあと向こうの木ね、これね2本古木みたいのでかっこいい形があるので、ちょっとこれをね撮ってみようかな。はい、今ね、先ほどの、カオレの梅からね移動して、三ツ又の群生地来ました。いっぱいね、ちょうど満開ですね。うん、で今ちょうどね雨がもうそろそろ降り始めてくるというか降っていて、今ちょっとね車の中で休憩して、ちょっと撮れるところないかなと今確認してます。もしかしたら明日の朝とかがいいのかなとは思うので、ま、これから雨がたくさん降ってくるから明日に備えての方がいいかもしれないですね。だから朝だけねまた明日起きて撮影しても面白いかなと思っています。まあそのためのロケハンをねちょっとして、いいシーンがあるか見てみます。あれですね、あの群生もいいけど、なんかあんな下の方のああいう川べりにあるああいう感じもいいですよね。結構やっぱ群生だとねもうそれそのものっていう感じになっちゃうので、なんか印象的なね感じの三ツ又があればいいなね。この下の感じ、ああいうとことか川の流れと一緒に撮れそうで面白そうですね。であとはねもうちょっと待って霧が入ってこればねもうそのまま今日撮って行っちゃってもいいんですけれども、ちょっとまだ霧が入るには時間がかかりそうですね。でもまあまあそこ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 っていうか結構やっぱありますね、群生っていうだけあってね。昨日あの浜松の天竜の群生なんて言ったんですけど、もう全然でしたね。もう日にならないねこれと。はい、じゃあ今ね撮り始めます。まあこのボリュームですね、ここをまあポイントにして奥行きを作るという感じなんですけど、ちょっとこっちに露出を合わせちゃうとこっちは暗く過ぎちゃうんで、今からハーフ ND かなかけて、調整したいかなと思います。そうしたら今、持ってきたので、こう雨がねもうだんだんすごいですね。ちょっとねハーフ ND セットしようと思います。ハーフ ND ねつけて、もう雨でやばいんだけど、今どういうふうにこうハーフ ND かけたかっていうと、ここって今空がね空いてるので、こういう風に要は光が当たってるんですね。で暗くなるとこっていうのはこの辺がこうポツンと暗くなるんですね。なのでこのラインっていうのを出したいので、光のライン、明るい部分でラインを作りたいので、この辺だけにハーフ ND が当たるようにやってます。でここは、当たらな い一番だから透明の部分必ずここに来るようにして、でギリチョンこのくらいかな、こういう感じで当たるようにして、で向こう側はどうせ光がもう当たるので、まあ、多少の露出差があっても全然大丈夫だと思いますので、なので今ハーフ ND はここにかけてます。丁寧に、あもうちょっと例えばこういうふうにかけてしまうと、境目というかここがつながんなくなるんで、なるべくこれが光がつながる、そんな風にねハーフ ND かけてあげると効果的じゃないかなと思います。
とにかく一番手前のここが一番明るいので、もう見た目でわかるよね。あ、動画だとわかんないね。あのここはね、あのやっぱり一番明るいんですよ。ほんで向こう側は少し影になってるので、あの少し光が弱いんですね。で一番ここが暗いから、だからまあここうまくハーフ ND かけてあげると、あのこのラインっていうのかな、光のラインが出てくるので、一概にねもうパッとかけるんじゃなくて、きちんとねイメージ見ながらかけてあげるといいかなと思います。でこれ一回かけてこう、ま、ちょっと微調整はこう回したりねしながらやるといいんじゃないかな。今あの使ってるのが、H&Y さんのフィルターですね。でこれねマグネット式のやつなので結構ね使いやすいです。うん、でこれが今何番だ、 0.9 だから ND8 かな多分。であとはこの光のラインをね注目して作ってあげればいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ではね、あの見比べてもらいたいんですけれども、ハーフ ND なしとハーフ ND ありで、まずは、どういうふうに、要はこのシーンを作りたいかっていうところがポイントなんですね。先ほどあの光のラインを作りたいっていうふうに僕は言ったと思うんですけれども、これを見比べてみて、どっちに光のラインがあると思いますか？でこういった場合っていうのはもうイメージの世界なんですけれども、ハーフ ND なしの方だと手前が一番明るいんですね。でそうすると、あの手前を飛ばしたくないので、やっぱりある程度露出を抑えていくと手前だけが目立ってしまって奥の方は暗いですよね。そうするとこんだけ手前にボリュームのある中で、一番明るい、この画面の中で一番明るいっていう風になると視線っていうのがそこで止まっちゃうんですね。そうすると奥へこうラインをつなげたいのに手前で止まってしまう。だからここでハーフ ND をかけてあげて、あえてこの手前の光を抑えてあげる。そうするとこの影から光っていう、手前から奥っていう動きができるので、そうすると最初の想定した光のライン、手前から奥へ抜けていく光のラインができるっていうことですね。時にですね、こうやってハーフ ND を使ってもらうと、自分の作品作りっていうのに役立つんじゃないかなと思います。はい、おはようございます。今ですね、昨日ね、あのロケハンに来た、新城の、愛知県新城の、三俣のね、群生地来てます。ちょっとね、風が吹いてるのでガスが入るかななんて思って来たんですけれども、そうでもないですね。ね、あの少しね場所を移動して、今度は反対側に行きました。で、これは上からねこのような見開きになるんですけれども、この斜面にですねずっとこうつながってきて、で、まあ、この部分は光が当たってるので明るいですよね。で、まあ、問題はどうするかって言ったら、もう対岸のこの光景ですよね、こっち側にある。で、特にこの辺かな、ここにも三つ股が少し咲いてるんですけれども、まあ、ここにいっぱいあるこの三つ股の軍団と、あとはちょっと離れて川を隔てて一本あるっていうか、少しねあるその三つ股っていうのをこう対比していくと、はい、今ねこんな感じです。まあ暗さもねほぼね今こんな感じですね、動画通りだと思います。で今、こんな感じでね作ってます。で、あの手前ですね、この手前が一番こうつかみになってて、でこの間を抜けてバランスよく全体に木を配置してます。で、ここね絞り F4 なんですよ。でほぼ今24105の、100ミリくらいで撮ってるんですけども、このね手前の木、この手前の木ね、
これはねぼかしたいんですよ、なるべく。なぜかって言ったら、これがね力持たれちゃうと奥へねこう視点っていうのがいかないので、その奥行きの部分ですね。なのでこれはね少しでもいいからぼかす、なるべくぼかす。だからこのレンズでできる F4 っていうので一番ぼかして、でまあピントは奥に入れてあげれば、まあ段階的にこう素直にこう奥の世界っていうのにつながっていくので、まあそんな感じでね今ね撮ってます。はい、でね、次は今撮ったのから少し移動して、でまあ最初のイメージね通りに、この広い中にこう軍団が少しね水際にこう生きているみたいな、そんなことを思った、まあ最初のね直感通りに今度構図作ってみようと思います。でちょっとね動画でねこの部分見てもらいたいんですけど、この高さなんですよね、この森の深さって。今感じてる、自分が感じてるのはこの深さなんですね。でこの深さを表現するのに、これでやっぱりなるべくね広角で撮りたいんですよ。で広角で撮って、でこの三つ股の置き場所、これがね例えばこういうとこじゃダメなんですね。この下ギリギリまで持ってきたい。で一個この画角の弱点っていうのが、この三つ股だけがちょっとね邪魔なんですね。でもしこの三つ股を入れてしまうと、ここの要はここの空間、ここの空間が無駄になってしまって、せっかくのバランスが崩れていってしまう。だからちょっとね今回はあえてギリギリですね、もうこれが切れないようにこうギリギリにこういうふうに下に配置してあげることによって、この高さ、この高さを存分に生かす、そういうこと、その要は効果で、この森の深さですね、今この森の深さっていうのにつながっていくので、このくらいで切ってあげるのかな。で何にも意味ないんだけど、ここに真ん中にちょっと目立つものがあるでしょ。だから意味はないんだけど、あれを真ん中に入れてあげます。ど真ん中、このセンターね。そうしないと目立っちゃうんですよね、ああいう存在っていうのはね。本当は三つ股が主役なのに、あれがちょっとこの辺にいるとかね、例えばこの木にかぶせちゃうとか、そういう風にしてしまうと本当に目立ってしまうので、今ねあんまなんだか分かんないんだけど、とにかく目立つので、ああいうのはきちんとど真ん中に入れてあげる。でそうすればね、まとまりが出てくるので、必然とね。なのでそんな感じで今ね撮ってます。今からね、ですね、アデラの七滝はどうでしょうか。こんな感じです。新城観光ガイドで百軒滝、アデラの七滝。さて、はい、こんな道をずっと歩いていくのかな。今日はですね、ちゃんと三脚と、あとは、一応動画用の三脚と背負ってきました。忘れないようにね。なんかこういうとこ面白いね、緑がほら結構リズミカルに並んでるので、これは行く間に何個か滝とかあったりするんですかね。ちょっとね、僕ここね、ちょっと初めて来てみたんですけれども、お、なんか滝の音が聞こえてきた。あそこに落ち込みあるね。さてさてさて、よいしょと。
はい、くたびれた。見えないじゃないか、流れが。それを抜きにしても取れないね、これ。帰ろう。おお、綺麗な映り込みですね。いやいや、こういうのを見るとね、素晴らしい。ただ取れるかっていうと、なかなか想像できないですね。はい、次。お、なんか素晴らしい光が漏れてきましたね。滝の音もね、聞こえてきたからそろそろかな。よいしょ。さあ、おそらくこの正面が滝だと思います。さあ、どんな光が入ってるかな。あれ、入ってないね、光は。こんな感じですね。どうなんですか、いいんですか、いい滝なんでしょうか。撮りようがあるのかな。よいしょ、よいしょ。ほうほほほほ、よいしょ。さあ、こんな滝です。どうやって撮ろう。はい、最後はね、こんなシーンになります。帰り道にね、見つけたんですけれども、まあ逆からね見るとね、いろんなものがまた見えてくるっていう典型的なパターンですね。この倒木の根の、先っちょにですね、小さいね、新しい芽がね入ったんですね。で、それをね今撮りたいななんて言ってると思うんですけれども、まああともう一個はその背景ですね。その倒木の上に入ってるその小さい芽っていうのが目立つようにね、なんとか構成したいなみたいな感じでね考えてるんだと思います。で、あと映り込みと下を流れてる泡ですね。あの辺がね、長時間録音していく中で、結構ね、絵になってくるのかなっていうのもこの時考えていますね。はい、ではね、ちょっと風が止むまでだいぶ時間がありそうなので、ついでにね、ちょっとね、渓谷のワークフローをね、今日はご紹介したいなと思います。で、まあレンズはね、あれなんですけども、普段ね、この、H&Y のレボリング67-82っていう、このフィルターをね、つけてます。渓谷入るとね。で、まあ何がいいかって言ったら、これ77mm径なんですけども、これさっき言ったように、この67-82の径だったら全部つくんですよ、ワンタッチでね。で、まあ用意するのが1個でいいっていうのと、あとはこの PL がここね、で、こっちの前が、ND、可変 ND なんですね。これが要は3から1000まであります。で、これが、なぜいいかって言ったら、やっぱり水を見たら、シャッタースピードなんですよね。で、シャッタースピードを自由に、変えれるっていうことが一番のこうメリットで、どういうふうに変えていくかって言ったら、ちょっとね、分かりやすくやってみますけれども、例えば、今こんな感じで、で、今僕これね、マニュアルで合わせてます。こういうカットの時っていうのは、しっかりとマニュアルで合わせてあげる。で、まずは、PL ね、手前。PL を動かして、よいしょ。この反射の様子ですね。これやると何もないでしょ、色気が。だから、一番こう出るような状態にしてあげて、で、まずこれで PL の調整 OK。で、次は、まあ、感度を、まあ、一番いい、まあ、100にしましょうかね。100使いたいよ。で、絞りが16使いたいよ。で、これだと明るすぎちゃうので、こういうふうに露出補正しますよね。まあ、じゃあ、例えばマイナス2くらいにしたとしましょう。で、そうすると、ここの今、1.6 秒って出てますよね。で、通常だとここで、まあ、もっと長くしたかったら感度下げなきゃいけないし、あと濃い ND をつけていかなきゃいけないわけですね、これよりも。で、今 ND3 の状態なんですね。あ、これで ND3 の状態で、1.6 秒で、これを、今ね、撮ってると6秒くらいがちょうどよかったんですね、この回る軌跡が。だから6秒にしたいわけですよ。そしたらどうしたらいいかって言ったら、もうあとはこのここね、
これを可変エンジンを回していって6秒になるまでこういうふうに暗くしてあげる。まあ例えばじゃあこの辺で5秒でしょ。でこれだけで好きなシャッタースピードを切れるんですね。で例えばこれでシャッターをしますよ。よいしょ。でこの出来上がりを見て、あれもうちょっと例えば長くしたいなっていう時はまたさらにこれ回せばいいだけ。30秒とかなるでしょ。で逆にもうちょっと明るくしたかったら逆にこういうふうに逆に回してって 2.5 秒とか、こんな感じで要は調整できますってことは直感的にできるんですよね。で、まあ、例えば感度を200使いたかったら200にして、であとはまたこれで調整ね。で絞りも例えば F4 にしたかったら F4 にすればいいし、とにかくこのまず PL の状態 と、感度で絞り、これを決めて、で自分が撮りたい実際の露出、まあ、露出補正を入れるってことですね。使いたいシャッタースピードの ND に可変 ND をねこういうふうに回してあげればもうそれで終わりなんですね。でそうするとちょっと明るさが変わったり対象物が変わったとしても、もうこれがついてる限りはもういつでも好きなシャッタースピードにできるってことです。であともう一つは、滝でも例えば10秒にしたいときと、じゃあ例えば4分の1秒にしたいときってあると思うんですね。でその時にこの ND をつけておけば、もうこのこれを回すだけで、ここだと例えば4分の1で、ここだと10秒みたいな感じで1回のこう操作で全部シャッタースピード決めれるんですね。でこれがねすごいねいいなと思って、僕ね最近警告入るとだいたいこの H&Y さんの、レボリングね、これつけてます。これねすごいおすすめです。で値段もね2万4000とか5000くらいなので、またね新調したい方とかはこれを1個持っていくと、まあお財布に優しいし荷物もならないし、すごくね便利だと思います。おすすめですねこれね。はい、って言ってる間にも少し風が止まってきたんですが、泡の様子がおかしいですね。今度は泡待ちですね。泡待ち。